口づけがしたいです。婚姻まで純潔を守るべしと神に定められし宿命というのは実は偽りであった。うん、大丈夫だよ、分かってたから。その本心ではあなたと口づけを交わしたいと。ありがとう、すっごく嬉しい。大丈夫？聞こえてる？俺見えてる？静香ちゃん？静香さんにあんなにはっきり本音を言わせたんですから、カラネさんも本音を言わなくちゃダメですよね。はっ！何がよ！別に私は本音なんて何も。あら、そうですか。じゃあ、レンタロウくん？私もレンタロウくんとキスしたいです。うん。あかり、あの、大丈夫ですか？え？私の可愛さは静香さんに負けていませんか？そんなことあるわけないだろう。静香ちゃんもカラネもそしてあかりも世界で一番可愛いよ。そう言ってくれると思って言いました。あかり。カラネ、あんたがどうしてもって言うなら私もしてあげないこともないわよ。別に私は興味ないけどね。しっかりキスポジじゃないけどね。カラネは可愛いな。何よ急に。カラネは照れてる顔がすっごく可愛い。このバカ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 。ごめんごめん。痛い。ちょっと強い。俺はしたいよ、カラネとキス。どうしてもしたい。カラネは？したい。どうしたんですか、レンタロウくん。本当にみんな俺にはもったいない最高の彼女たちで、こんなに幸せでいいのかなって。三人とも本当にありがとう。そんなの私たちのセリフって言った。媚びの大渋滞だ。